つえつき峠は、長野県稲市と茅野市との境にある峠。標高1247メートル。古くは、東山道、つえつき街道、国道256号が通り、現在は、国道152号が通っている、日本百名峠、稲市高東町藤沢と茅野市宮川との境に、位置する。赤石山脈の北端にあたり、峠一帯を、晴れが、峰という、稲川は、 藤沢川が流れる谷に沿った道で、比較的傾斜が緩い。一方、千の川は、糸井川静岡構造線が通過している関係で、断層崖となっており、急坂である。峠から、西南西の方角には、諏訪大社の身体とされる、森や山がそびえる。杖月峠周辺の地図峠を通過する国道152号は、頂上を境にして、千の川は蛇行、稲川は、 直線と全く異なる線形をしている。昔、人々がこの急坂を勢をつきながら登ったことが、杖付き峠の名の起こりとされ、頂上で捨てられた杖を燃やして供養するという行事が、大正末期まで行われていた。遺設として、儀式によって地上に降臨した神が杖をつく、場所であったからとも言われている。古代より、東山道が通過し、 稲地域と諏訪地域とを結ぶ主要な道路である。戦国時代には、軍事上の要所とされ、天文11年の武田信玄と諏訪頼重との戦いでは、信玄に交応した高遠雷継が稲から峠を越えて、諏訪へと攻め込んだ。天文年間の古文書に、杖つき田受け、杖つき峠といった記載が見える。軍事面以外にも、秋、葉山本宮秋葉神社への参詣路としての役割も、 あった。江戸時代になると、峠道が、杖月街道もしくは、藤沢街道と呼ばれるようになり、中馬の往来が、盛んに行われた。塩や、魚、茶といった公衆方面からの物資がこの街道を、通じて、稲へと運ばれた。八ヶ岳の裾野に、用水路を開いた、坂本溶泉は、人々にちょを持たせて各所に配置し、杖月峠からその明かりを目印に測量を、 行ったとの伝説がある。近代に、入り街道は一旦衰退を見せるものの、1933年になって車道が開通している。頂上に峠の茶屋があり、展望台が設置されている。諏訪盆地が一望でき、八ヶ岳連峰に霧が峰、ね、遠く、飛騨山脈まで見渡すことができる。夕方になると、飛騨山脈に沈む太陽からの夕日が差し、赤く照らされた。 諏訪こや八ヶ岳が美しい、峠の茶屋は1984年に建設されたもので、建物は鉄骨構造の2階建て、延べ床面積は466平方メートルである。2001年12月からは、茅野市と稲市との共同所有となり、2017年3月、茅野市、稲市の漁師は2012年4月からテナントとして入居していた、信和コントロールズに施設を売却。 一階部分を多目的ホールに改装し、同年7月にオープンした、ウィキメディアコモンズには、杖月峠からの眺望に関するカテゴリーがあります。公共交通機関、JR 中央本線、千野駅からタクシーで30分間、峠に森屋登山口バス停があり、主に春限定で、JR バス関東が、千野駅から東バス停を経て、高東方面への路線バスを運行している。 自家用自動車中央自動車道、スワインターチェンジから 15km 自動車で30分間、普通車20台が駐車可能な駐車場がある。ありがとうございます。